ハロー、YouTube に、ほ用よ、こんにちです。えっとですね、今日もですね、日中を股にかけた、えー、利用がしにくいバイリンガルの僕がですね、えー、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。えっとね、僕のコンテンツね、あの、意外とね、あの、皆さんにとっては、まあ、ど価値があるのかなまあ、あの、ちょっと話聞いてみて、まあ、面白いと思えば面白いと思えばいいし、まあ、面白くないと思えば、まあ、それで、あの、スルーしてもらってもね、あの、全然いいと思うんですけども、えっとね、 まあ今回のねこの中間ニュースなんですけどもえーとね、えー、ケンウェンリンっていうねあの中国の,あの経済学者ねあののなんていうのか、まあ、女性なんですけども、えー、この女性の経済学者がですねあの子供もあの長期の,あの消費、えー、物だと、えー、そういうふうにね あの発言したとということで、えー、子どもも、ね、の長期にわたってはあなたに利益をもたらすその消費物なので、えー、子どもをあの産まないというのはあの間違ってると、えー、そういうふうに、ね、発言したということで、ねまあ、最近ね中国国内ね、えー、出生率があの爆下がりということでね 何てうのかな、えー、平均、えー、1人当たりの,、ねあのね、GDP がねあの3倍も、えー、4倍もある、ね、日本と比べて、えー、さらに、ね、出生率が、ね、あの低いということでね、まあ、僕はねちょっと韓国のことが、ね、あのよくわからないんだけども、えー、韓国もねこの出生率があの爆下がりということでねあの一体ねあの何が起こってるんだみたいな、ね、感じなんですけどもね、まあ、韓国のこと知らんのだけども、まあね、中国はねこのまま行ったらね あの社会保険制度が崩壊したりとかね、まあ、だから人口ボーナスがな、ね、くなっていったりとか、えー、するね、えー、やばい状況でね、まあ、その状態で、ね、焦ってねあの自分の子供はねあの子供というのはあの経済学的には、まあ、長期的な、ねえー、消,消費物なので、えーまあ、産みなさいと。 えー、そういうふういいに、ね、あの発言したと、えー、いうことこでです、ね、あの今までねあのいろんな言い方があったんですけどもニラとかねあのニラっていうのはですねあのニラはなんかこう、えー、切っても切ってもねそのうちなんか伸びてくるらしいんですよ。まあ、どこまで伸びるかも分かんないんですけどもなんかその土に栄養がなくなったら、えー、伸びなくなるんじゃねえかってあの僕は思うんですけどもあとはあのレンコアンっていうねあの人間は好物だと。 まああの石炭とかねそういった鉱物、えー、と同じだということでねあのニラとねこの鉱物の違いっていうのは、えー、ニラはねなんかまあずっとね入ってくるみたいなこのニュアンスがあるんですけども、えー、鉱物はね、えー、使ったらねあの終わりだと、えー、いうことですね。でこれに対してねあの僕の意見なんですけどもねあそうじゃないみたいな <laughs> そういう風にねあの素直にねあの思ってしまったということでね僕ね なんつうのかな？別にあのまあ、どこの国でもそうだと思うんだけども。あの人間の9割ってそんなもんだよ。<laughs> なんかね。生まれてこう。洗脳されてあの労働させられて、えー、消費させられて、あのそうやって。なんかあの名前ま,ま,ま利用されてね。なんかまあもう9割なのかな。あのこれね。 まあ違いはですねこの社会のこのなんてつうのかなこの経済構造にえ乗せられてその,その人生をね消費させられてこう死んでいくだけの存在っていうねえそういった存在っていうのはね大体似たようなもんだと僕はねあの思ってるんでねえ逆にね別にねあの金持ってるとかそういうことじゃなくてえ自分の意思でねあの自分の価値観であの自分は無人島で一人で暮らしてるみたいな人はねあの自由で僕は全然いいと思うんですけどもまあだからあのまあ中国国内ね あのなんかまあ学歴とかねもういつも言ってる豚とかねあの家という漢字はあの屋根の下の豚って書くんですけども、えー、これはですねあの中国国内であのマンションを買うやつは豚という意味でですねであの中国国内ではですねあの恋愛感情なんてものは一切持たない中華雌豚というのが9割を占めていて雄、えー、豚のマンションとねあの交配と繁殖の権利をえトレードするといったシステムがあの確立されている ですよね、えー。でね。そのまあ、えー、そのメス豚のね。あの言い訳としてね、えー、子供がいい。大学に通るためだと、えー、いうことでね。まな、あ、かなかその生産ラインに載せられてるんですよね。で、その生産ラインでそれであのマンションを買ってまあ、莫大な、えー、お金にあのローン乗っけて、まあ、そこにで、ね、もう税金が乗っかった。実質税金が乗っかってるわけなんですよね。あのマンションの？ えー、価格の、ね、半分以上、まあ、7割近くが、ねえー、何らかの税金だということで、ねえー、乗っかってきてです、ねえー、それを支払ってそれにローンを、まあ、5%ものの、ね、4%5% の,、ね、の金利を支払って、えー、その生産ラインに乗せられて、ね、ずっとずっと家畜働き続けるわけなんですよ。 え別にさあのさ僕いっつもねその,その周りの中国人の周りで言ってんだけどもお前さそれさまあまあオ,ール,カン、ね、オールカントリーねオールカントリーっていうのはその何ていうのかな、まあ、要はよ,よく言うあの、まあ、全世界、えー、インデックス株式みたいなのにそのお前がその,その余剰資金をぶっ込んであまずねその,その不動産買わないで賃貸にして。 えそれでねあの本来的にその不動産購入するのに当てていた資金を全部そのねオルカンにぶっこんで、えー、ずっと賃貸で暮らしてたらお前のガキ学歴すらいらねえよってあの言ってるんですよね。まあ、もちろんねあの、まあ、勉強が得意でね大、えー、してお金も時間もかけずに、えー、なんてつうのかな、まあ、いい大学に、えー、そこそこ入って高級取りになれるというんだったら、えー、その子供を勝手にすればいいんだけども。 あのそうじゃないんだったらお前やめとけみたいなあのそういう風にねあの <laughs> 言ってるんですよ。あ僕大学ねなんてつうのかな、まあ、家が超大金持ちだったらいいんですけどもなんかもう資産なんか5億とか10億とかあるとかね、えー、じゃないのにその子供にねなんかお金かけていい大学行かせるっていうのは僕はあのあんま良くないと思うね。 うん、で、まあ、中国の場合何つうのかなえー、とまあいい大学に行かせるのに本当に一番有利なコースを取ろうと思ったらあの不動産買ったりしてね本当に億単位のお金がね、えー、かかってくるわけなんですよね。えー、億単位の、えー、価格かけてて、ね、いい大学取って あの年収ね4500万の人材が出来上がるわけなんですけどもそんなことしなかったらさもうはるかに早くファイアしてるわけよ。まあ、経済的自由をね手に入れてる状態になるわけなんだけどもあのなんつうのかな、まあ、別にその,その状態に入ることがその人間の絶対的な価値観じゃないんだけども、えー、家畜じゃねそれっていう思ってるんですよ。だから まあじまあ、いつも言ってんだけどもそのその勉強何が大事かっていうと勉強のね一番初めっていうのは、えー、自分が何をやりたいか選んでくると、えー、それがね一番最初なんですよ。うん、その選択がねあの一番大事なんだけどもあの大人にこれやれって言われて今までほら何十もう何十年前のおっさんが作ったようなテキストをさ ひたすら暗記してあのその結果を見て俺偉いみたいなそういうふうにねあの思ってるみたいな、えー、やつらっていうのはまあもちろんねそれがね得意でねあの全然余裕でできるよっていうんだったらやればいいんですよ。まあ、それはそれで価値があることなんですけどもまあそのね生産ラインに載せられてあのずっとね何てつうのかな、えー、家畜やっていくっていうのは確かに、えー、このねあの この経済学者が言う、えー、長期的消費物だなと、まあ確かにその通りだとまあ、思ったという次第ですよね。はい、えー、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチでした。ついちん。